日本財団ビルは東京都港区赤坂一丁目に所在する建築物である。1962年に吉村純造設計事務所の設計により日本 NCR の本社ビルとして建設され、2000年に日本財団に譲渡された。住宅を得意とした吉村純造が初めて手がけたオフィスビルである。本ビルの大きな特徴として日本のオフィスビルとして初めて ダブルスキン構造を取り入れたことがある。北東側の外堀通りをはじめ北西、南東の三方を道路に囲まれた三角形の敷地に立地し、建物の平面も三角形に近い五角形の形状を持つ。隅を切ることで景観的に連続性を持たせている。時間帯により変わる日射で生じる建物の負荷の変動の影響を軽減するため、 室内の空気を二重のサッシの間を通して、東屋のファンで排気する換気システムが3階以上の事務室で取り入れられた。二重窓の外側はアルミサッシと熱線吸収ガラス、内側はボンデ後板と透明ガラスが使用され、それぞれ下部の一部は開閉可能な構造となっている。建設当時はアルミサッシの既製品がなく、奥村昭夫がアメリカの論文をもとに作図し、 富士差しと共同で製作した。外側窓のさらに外周には、直射日光を軽減する日差しを兼ねた、メンテナンス用バルコニーを設け、黒色アルマイト仕上げのアルミ押し出し材の手すりを取り付けることにより、水平方向に統一感のある印象を与える。当屋には、視覚的効果を計算した位置に、NCR のネオン看板が設けられ、ウェザーサインの機能を持たせた。 基準会の事務室は北東面から南東面にかけて V 字型に配置され、トイレは北西側に置かれた。春工当初は1階に製品の展示場、8階には社員食堂や娯楽室が設けられた。2000年に日本財団が建物を取得。2001年に松田平田設計により改修され、内装や設備機器などが更新されたが、 ダブルスキン構造は維持されている。2001年に日本財団が虎ノ門の旧日本財団ビルから移転し、建物名が NCR ビルディングから日本財団ビルに改められた。旧日本財団ビルは海洋船舶ビルに名称が変更され、2015年に笹川平和財団ビルに建て替えられている。1964年に 第5回建築業協会賞2003年にはドーコモーモジャパンにより日本におけるモダンムーブメントの建築に選定された。ありがとうございます。